時々クライアントからコンサルを中断したい、打ち切りにしたい、このまま続けるのは難しいと言われることがあります。コンサル担当初期あるあるですよね。これね、だいたい嘘ですよ。はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティングコスト社長の仕事だということですね。今日はゲストに北岡さんをお招きして放送していきたいと思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回こうかなりこう話を広げるっていう、こうね、テーマでこう教えていただいたので、今日は広げていきたいと思います。もうバリバリ広げていきましょう。うん、こむず北岡さんに話していただかないとこれ広がらないって感じですね。え、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。最近どうですか。え、最近どう一番やったらあかん質問やった。最近どう最近どう最近変わった出来事を、あ、はい、あ、これもうなんか別のとこで喋っちゃったんですけど、はい、僕人生で初めてパチンコ行ったんですよ。え、パチンコですか。はい、人生、え、それ人生初なんですか。今おいくつでしたっけ。41です。41歳で初めてパチンコに行った。パチンコに行ったんですよ。はいはい、全然思んなかったっていう話です。なるほど、え、何が思んなかったんですか。あれ何なんですか。いや、あれこうやったらずっと玉が出てくるわけでしょ。はいはい、お金入れてこうチャカンチャカンみたいなやつですよね。そうそう、ずっと出続け、はい、で自分のテクニック何もないじゃないですか、うん、ただこうやってるだけじゃないですか、うん、別にこれ、はい、だってここセロテープかなんかで貼っとけば、あ、別にこうやって、まあ、こうやって見ててもいいわけでしょ。はい、そうですね。スマホ見ててもいいわけでしょ。スマホ見ててもいいですねっていうレベル感で、これ何やってんねやろって、はい、え、なんで行こうと思ったんですか。ちなみにそのパチンコに行こう、名古屋にまあ出張に行きまして、はいはい、まあ中の経営者さん、うん、4、5人で行ったんかな、行ったんですよ、うん、でまあちょっといろいろ仕事終わって空き時間が3時間できたんですよ。おお、なんか中途半端というか、ね、中途半端なんですよ、はいはい、でそこで、いや言ってもね、ここでなんか、うん、いやちょっとパソコンに向けて仕事するなんて、そのダサいことはできないじゃないですか、うん、ダサいのか、一番ダサいじゃないですか。一番ダサいです。みんなでそれで遊びに来て、結構楽しい遊びにしてたんで。あ、遊びに行ってて、はいはい、仕事、うん、半分仕事半分遊びみたいな感じなんですけど、うん、そう、まあ、ワイン畑を見てきてきたんですけど。ワイン畑ですか。そうそうそう、はいはい、まあ、それちょっと置いといて、はい、で3時間空き合うと、うん、どうすると、うんうんうん、でいろいろ考えて、なんかチャレンジせなあかんなって話になって、はい、で一番初めに考えたのは、はい、やっぱその名古屋城に声をかけるってことを考えたんです。名古屋城に声をかける、あの女の子ね、あ、名古屋に声をかけるってことを考えたんですよ、うん、これはさすがにもう40超えたおっさんが、うん、3人ともそうなんで、はい、40超えたおっさんが若い女の子に声をかけて、これみっともないなと、さすがちょっとよろしくないやろって話になって、はい、でどうしようかって話になった時に、うん、パチンコ行きますと、全員行ったことないでしょみたいな話になって、3人とも行ったことなかったんですよ。で、はい、パチンコに行こうって言って行ったっていうだけなんですけどね、うん、なるほど、はい、え、そのパチンコに行って、はい、こう何歌はったんですか。ちなみになんかテーマってなんか台のなんかあるじゃないですか。あ、ね、僕はあの、はい、海物語、あ、なんか有名でしょ、はい、そ、海物語っていう名前知ってたから僕はそれを歌おうと思ったんですよ、うんうん、でもう一人は花の刑事を打って、もう一人は、うん、AKB、あ、なるほど、 AKB 今もあるんですね。 AKB がありましたね。へえ、で売ってて、うんうんうん、1万円ずつやろう。あ、結構じゃあ入れたというか、結構時間長くないですか。1万円ってどれぐらいなんですか、ね、1時間ぐらいでしたね。ああ、はい、1時間じゃあずっとこうちょっと何おもろいやろなと思ってて他のメンバーはどうやったんですか。ちなみに、いや、他のメンバーも何がおもろいやろなって言ってましたね。一瞬結論何がおもろいか全然分からへんなって話になって、やっぱ二度といかない、だってやっぱやるならパチンコは経営やなって話をしまして、なるほど、はい、なるほど、じゃあ仕事しといた方が良かったみたいな感じ。いや、それはない。あ、それはないんです、ね、それはパチンコしといた方が良かったです。あ、新しい人生初めてパチンコしましたから、へえ、こんなくだらないことなんやっていうことが分かったんで、うんうんうん、はい、でもまあ、でもハマる理由も分からんではないし、うん、なるほど、パチンコ、はい、1万円、僕も行ったこと1回しかないですね。そうなんですか、はい、なのに1万円って結構できるって よく知ってます。1000円入れて僕500円ぐらいで挫折したんですよね。そのおもなさすぎて、そうです、腕痛いなみたいな。そう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 、そうなんですよ。何なんですかね、ねずっと一緒やし、そう、セロテープでええやんと思うんですけどでもやっちゃダメみたいな言われて。あ、ダメなんですか。そうそうそう、固定したらダメみたいなのがこうあるみたいですね。へえ、そういうハックはダメだみたいなんで。そら、ハックっていうんや。なんかあるみたいですね。へえ、パチンコで稼ぐ人みたいなのいるじゃないですか。はいはいはい、そういう人はそういうなんかポイントを抑えてそこでやるみたいなのはあるらしいんですけど、やっちゃダメっていう。そうなんですね、はい、みたいです、うん、ということで、こんな感じで広げていくという、まあ、これ誰の興味があるのかっていう話は問題はありますけどね、はい、ということで早速というか、今日はまあ質問いただいてますので、はい、質問にお答えしていただければなと思います、はい、うん、質問いただいた方はですね、うん、あだ名メモリー3653ということで、すごい、なんか、はい、3653なんですか、365
365で、ね、で3は継承ですね。3653なのか、はい、あの継承が3なんですか、どっちなんですか、最後の3は。あ、365ですね。あ、で3はそうですね、分かりました、はい、ということでどうでもいいんですけど、ね、まあ結構ちょっと長いというか、はい、あのでちょっと全部読んでいきたいと思います、うん、コンサルの中のクライアントの流れが大きく変わった時の対応について教えてください、うん、コンサルタントとしてクライアントに対して数ヶ月にわたるコンサルティングをしています、うん、当然スタートから目指すべきゴールを決めて進めていくのですが、時々クライアントからコンサルを中断したい、打ち切りにしたい、このまま続けるのは難しいと言われることがあります、うん、理由としては今回のコロナのような大きな外的要因でそちらの対応が大変、うん、何か問題があって急遽スタッフの退職が相次ぎ、現在抱えている仕事の対応や現場の混乱の沈静化、他の社員の連鎖退職の防止、あと超大きな仕事が降りかかってきて人手不足、まあ、そちらが人手など含めてそちらが最優先などですと。確かにコンサル当初決めたスタート地点からゴールのルートとは違う内容のものが多く、そちらに手をかけるために別のルートのコンサル継続をストップしたいというのも分からなくありません。このような場合考えられるのはコンサルの打ち切り、中断して落ち着いたら再開、コンサルの強行なのかとも思いますが、クライアントの思考が現在コンサルティングよりも突発的な問題に向いている中で正しい判断も難しいと思っています。もちろん普段から気をつけるとはいえこのような場面もあるかと思います。そんな時はどのように対応されていますかということです。あ、まあコンサルタント初期あるあるですよね。初期あるあるなんですね。初期はこれはすごくあると思いますね。これね、だいたい嘘ですよ。嘘。あ、そのクライアントさんが言ってるのが嘘ってことですか。嘘。どういうことですか。嘘。要は不満があんねん、あるんだけど、うん、不満があってやめたいともなかなか言われへんから、うん、とりあえずあのなんかそれっぽい理由つけてやめたろうって思って、うん、それっぽい理由を作っただけです。なるほど。それがたまたまコロナだったというか。とか、うん、そう8割ぐらいはそれですね。なるほど、うん。そうなんですか。はい、結構じゃあ打ち切られるときはその不満が結構大きいというか合わないみたいなので。そうそう、だから向こうはなんか何らかの不安とか不満を感じてて、うんうんうん、これは多分無理やなと思ったときに、うん、なんかいやでも一方的に。解除っていうのは数が立つし、まあ、そういうことで違約金とかの話になったりもするじゃないですか。であれば一旦中断っていう体にそのまま増えたとすると一番簡単ですよね。だからそういうふうに言うことが多いなっていう印象はあります。なるほどなるほど。そういう場合って、うん、そのどういうふうにこうしていくといいのかというか、まあ、今回起こってしまったことは仕方ないもうどうしようもないですよ、うん、そうなると、うん、だからそもそもなんで、まあ、だからそれは本当かもしれませんよ。でも本当かもしれないんだけど、うん、嘘だと考えた場合、じゃあな、彼女らは何に対して不満とか不安をこの私に感じていたのかっていうことをもう一回問った方がいいですね。だどちらかというとこちらのあり方の問題だったりとかします、ね、で結構 まともなコンサルティングをしてればって言い方したらおかしいんですけど、ある程度だったら多分そういう大きな話が出た瞬間に、これどうすればいいですかねっていうふうに多分聞いてくれるはずなんですよね。あ、問題が起こった時にコンサルタントの方に相談が来るっていう。そう、うんうん、それが来ないということは、まあ、まだまだ自分のあり方に問題があったよねっていうのは、まあ、大事なポイントかなと思いますね。なるほどなるほど。先ほどそのよくあるというか、うん、あの初期あるあるっていうお話をされてたので、うんうんうん、まあ、こういうケースというかコンサルティングやったけど何かきっかけでこう契約打ち切りになったっていう、うん、まあ、経験されてる方もまあ多いかなと思うので、そういう場合に、まあ、その自分の振り返るだったりとか、うん、まあ、今後どうしていったらいいのかみたいなところをこのメモリー3653にこうアドバイスというかという形でこうやっていくと一番いいんですかね。まあでも難しいですけどね。でもそれはもう繰り返しその同じようなことが起こったら、うん、何で起こったのかと考えて、うん、それを一個ずつ潰していくっていうことしかありえないんですよね。でまあ多くの場合は要はその、まあ、コンサルティングで初期は仕方がないんですけど、初期はどちらかというとやっぱりこの売上アップについてこれについてやっていきましょうみたいなそのメソッドとか手法に関してやっぱコンサルティングをするっていう風な立ち位置なので、それはそのメソッドをしなくなればいらないになるじゃないですか。そうですね。だけどそうじゃなくて経営に関してとかに相談乗ってもらってるっていう感覚があれば、おそらくそういう大きい話が来た時にも相談乗ってもらえるっていうことになるので、まあ立ち位置をだんだんそっちにこう寄せていく、経営者のまあ、参謀的な立ち位置、パートナーって言い方でもいいと思うんですけど、そういうふうな立ち位置に、まあ、いかに
変えていけるのかっていうのは一番大事じゃないですかね。なるほどな。じゃあ最初は結構、まあ、仕方ないというか、なんですかね、最初の一番最初の成果を出すっていうところで途中で切られたりとか、なんていうんですかね、その、まあ、それこそコロナで本当はやりたかったけどできなくなったっていうのはまあ仕方ないみたいな感じなんですかね。そうですね。だから少なくとももうそれは今回のこの件に関してはコントロールは不可能なので、そういうふうに反省をして、まずはそこをこう、まあ、自分のあり方とかやり方とかを変え、どうやって修正すればいいんだろうかって考えて次のクライアントから、まあ、修正していくっていうのが一番重要かなと思いますね。なるほどなるほど。で実際そのクライアントさんとこう、まあ、経営のところに関わるっていう、まあ、最初はおそらくこう成果を出すとか、ツールを使ってもらうとかっていうところだと思うんですけど、そこからこうクライアントさんと、まあ、密になるじゃないですけど、経営にこう入っていく上で、なんかこう重要なポイントだったりとか、なんかやり方みたいなのがあったりするんですか？今の話を絡めて言うとですね、これね、根本的な変化であればあるほど、その会社にとってね、大事な変化であればあるほど、だいたいね、そういう、こう邪魔する出来事が起きます。どういうことですか？邪魔する出来事っていうのは、つまりその改善案とかを出すじゃないですか、でその改善案がその会社にとって本当に重要な改善案とかだったりとかすると、不思議となんかそのね、改善案を邪魔しようとする動きが出ます。あ、そう、それ会社からってことですか？その社長がだいたい会社から、その会社から、例えばそれが従業員が辞めるっていう形なのか、あの奥さんが、それこそね、そこの会社の経理してる奥さんがわきゃ言い出すとか、場合によっては奥さんがあの病気になるとかでもあるんですけど、とかパターンもあったりとかして、結構そういうね、あの大きなこう後ろへ戻そうとする力がなんか働くんですよ。でこれに関して言うと、もう論理的な話じゃなくて、もうなんか経験上そうやなっていう話なので、もうこれを信じるか信じないか私次第ですっての世界なんですけど、結構そういうことが多いんですよ。だから結構そこは私の場合は特にその本当にその会社にとって重要な改善の時は多分こういうこと起こりうるので、起こる可能性があるので、あの絶対起こったらすぐに連絡くださいっていうのはちゃんと言ってますね。それはどうやって分かるんですか？その大きい、あ、これ起こりそうだなみたいなって、こう、起こりそうっていうよりはその会社がこう大きく変わらないといけないこととか、社長自身が大きく変わらないといけないことってあるじゃないですか。単純にそのなんかウェブサイト導入しましょうとかって話だったら別にどっちでもいい、手法の話だったらどうでもいいんやけど、社長の考え方とかあり方とかを変えないといけない、会社のあり方とか考え方を変えないとやっていけないことっていうのは必ずそういう反論が起こるだろうって思ってるので、そういうものですかね。じゃあ大きい変化が起こるときに結構その抵抗が起こる、いっぱい出てくるんですよ。不思議なんですけどね、何なんですかねこれね。なるほど。じゃあその時に、それを予言するみたいな感じですかね、予知してあげると結構つながりやすい、そうですね。だからそういう風にちょっと笑い話的、ちょっと多分ね、なんか起こりますよ、社長が病気になるかもしれないですし、分かんないですけどね、みたいなことを言っておくと、割とその後スムーズに話は進むことは多いですね。なるほどなるほど。じゃあその変化が起きそうな時はちゃんとその先を言ってあげるというか。そうですね、そうですね、これをやってあげると多分相当レベル高いコンサルティングになると思いますけど、それを意識するというか、まあ、そういうのをやっていただくと、こう経営に、まあ、一緒にやっていこうってなったりとかっていう形で関係が深まるみたいな。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ今日こう、メモリ365さんからですね、いただいているご質問に、まあ、お答えしていただいたんですが、今日のテーマをまとめていただくとどういう感じになるでしょうか？まあ、とりあえず大体は9割はクライアントの嘘だと思ってくださいということですね。でその上で、でもだからあの嘘だとしたら、じゃあ我々はどういうふうに改善することができるのかと考えて、次回以降に生かしましょうと。でもう一つはやっぱ本格的本質的な改善の場合はこういうことが起こる可能性はあるから、まあ、予言してあげることもそうなんですけど、あのその時にちゃんとこう立ち位置を取れるようなやっぱあり方、ポジションをちゃんと取っていただきたいなっていうことですかね。ありがとうございます。じゃあこれ見ていただいているメモリー365さんも、ぜひですね、参考にしていただければと思います。そうですね、今日はなんかすごい喋りやすい、ありがとうございます。ですね、ありがとうございます、はい。成長したということで、次回からは分かんないですけどね、次回も楽しみにしていただくと、ということで本日のレスポンスチャンネル以上で終了としたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。
コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。